水耕栽培。2020年5月1日。で、ほうれん草。少し芽が出てます。こっちは確か2日遅れで種まきしたんで、まだ芽が出てないです。根が少し出てます。で、こっちはビールがうまい枝豆、ビアフレンド、タキーの美味しさセレクトシリーズ。迷ったらこれ。で、こっちは少しずつもう芽が出てます。で、スポンジはこれ適当に十字に切ったりいろいろしてます。あと液体肥料、ハイポニカ液体肥料、原液1リッター2本セット、アマゾンで1600円ちょっとぐらいだったと思います。で、メネデールを使おうと思ったんですけど、メネデール水耕栽培になんかあんまり向いてなさそうな感じだったので、これが結構有名だったので、ハイポニカ液体肥料、これを使っていこうと思います。ここのこの中のは全部普通の水道水です。5cc と 10cc の目盛りのついた容器と、よいしょ、栄液と、ハイポニカ液体肥料使い方ガイド。水耕土耕問わず四季を通して同じ濃度で使える、無期限で使用できるオールマイティ肥料です。
水500原液1で混ぜ合わせて液を作りましょう。うん、初めからこれ買えばよかった。容器も少しずつ増えていってます。で、100均でスポイト、これとスポンジ、ソフトスポンジと、この容器、を追加で揃えました。土は土じゃないで土の代わりになるやつはハンズマンで買ったんですけど、100均にも売ってたんで100均で全部揃えてもよかったです。